カワゲラの幼虫トビケラの幼虫ヘビトンボの幼虫販売される昆虫食品ザザムシとは、長野県稲市など天竜川上流域で清流に住むカワゲラ、トビケラ等の水生昆虫の幼虫を食用とする時の総称。主に佃煮や揚げ物などにして食する。もともと天竜川産の食用の水生昆虫の故障であるが、食用とする同種の水生昆虫の故障として、 用いられる場合もある。村上哲夫他によれば、三宅久司法、食用及び薬用昆虫に関する調査に、稲地域でのザザムシ食習慣の記述はないが、久内清高に出現することから、1920年代から1930年代に定着した食習慣と考えられる。ザーザーしたところにいる虫、あるいは浅瀬にいる虫というのが語源と言われている。他に、 福島県でもかつては、ザワムシ、ザザムシと呼び食用にする習慣があったとされる。ザザムシと称される、水生昆虫は、トビケラ、カワゲラ、ヘビトンボなどの幼虫である。ただ天竜川でも、環境の変化により、ヒゲナガカワトビケラがある字になっている。また、ザザムシの佃煮として市販されているものも、黒カワムシとも呼ばれるヒゲナガカワトビケラの幼虫が主で、ある。 ヒゲナガカワトビケラの幼虫は、水中のプランクトンやデトリタスを、巣の入り口に張った網で捕らえて食べるため、こうした餌が、ダムに蓄積された水の中で増えたことが、この種素性の入れ替わりの原因と考えられている。トリートリゾウによる、ザザムシの構成種分析結果年代とスワコからの距離により捕獲される、ザザムシの構成は変わり、スワコに近い天竜川上流部では、 太ダク性の高い島飛ケラ類やウルマアシマ島飛ケラが生息しているが、稲付近ではヒゲナガカワトビケラが優先種となる。文献資料が残る1930年代の主体はヒゲナガカワトビケラ幼虫であった。なお、太平洋戦争戦中及び戦後の水質オダ濁によりカワゲラが多く捕獲されたため、材料として使用していたとの伝承があるが、 村上他の報告では否定されている。これは、川ゲラが食物連鎖上位に位置する生物であるため、仮想のヒゲナガカ川飛びケラなどよりも多い生息数にはならないとの考えによるものである。漁期は、冬で12月から2月までの3ヶ月に設定されている。ザザムシを取ることを、地元ではザザムシ踏みと呼ぶ。天竜川上流漁業共同組合では入漁量を、 払って、虫踏み許可証の取得が必要となる。漁業として取る場合には、胸まである胴長を履き、足の裏には漢じ機をつけて、川の中に入り、四つ手という、十字に組んだ竹に網を、つけた漁具を使って漁獲するのが伝統となっている。四つ手を、川下側の水中に据え、桑で上流側の石を裏返し、漢じ機で踏み動かしてザザ虫を水中に流し、 網の中に補修する。モなどのゴミも網に入るので、網のついた選別機に入れて、ザザムシだけが下に落ちるようにして分離する。個人的な量では、石の裏にいるザザムシを直接ピンセットで捕獲することも行われている。シデモウには様々な種類の水生生物が入ることになるが、網目の大きさより小さな種や選別作業によりゴミなど食用としないものは、 取り除かれる。ザザムシは高級珍味とされている。稲市では、つくだ煮に調理したものが、名物郷土料理となっている。他に、油で素揚げにし、円を振るなどして食べることも行われる。長野県などでは、土産物として販売されている地域もある。水温が上昇し、スワ湖に、青子が増殖すると、有毒卵巣由来の肝毒素ミクロキスティスが、 ヒゲナガカワトビケラステナサイキーマーマラータなどのザザムシに蓄積され陸上生態系へも肝毒素ミクロキスティスが移行する可能性を指摘しているが陶器に捕獲され調理されたザザムシからは毒素検出されなかったとされている。ありがとうございます。